メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。6月4日、10年後、10年後のあなたはどんな風になっているでしょうか。年齢を重ねれば重ねるほど女性は気が強く男性は弱くなると言われることも。捉え方や考え方で日々の過ごし方は変わってきます。その積み重ねが年齢の積み重ね、10年後のあなたになっていくのです。特に辛いことが起きた時、心が曲がってしまうことは多いです。その時いかにどう捉えられるか。ポイントの一つは、それも必要な経験だったと捉えていくことです。すぐには思えなくても、いつか思える時が来ればよいのです。私ばっかりなんでこんな目に。その時はそう思っても、被害者意識は持ち続けないことが大事です。日々の積み重ねが10年後の自分を作っていくのです。どうせなら素敵な積み重ねをしていきたいですね。斉藤幸男。ということで、なかなか10年後の自分をイメージすることは難しいと思うんですけども、あと年齢を重ねれば重ねるほど、一日一日が本当に早くて、一年が本当に早くて、あっという間に時間が過ぎ去ってしまいます。なので本当に一日一日大事に積み重ねていきたいなと思っています。それでは